王術名は中華民国の軍人、中華人民共和国の政治家。当初は法天派の軍人で、超学良の歴史に従い国民革命軍に加入した。字はには五。語は定馬。新末に日本に留学し、陸軍士官学校中国学生隊第八期不評科を卒業した。帰国後の1912年、北京政府参謀本部、 第2局会員となる。1917年、再び、日本に留学して、陸軍大学校で学ぶ。1919年に帰国し、翌年3月、参謀部第4局課長となった。1921年5月、国流交渉特軍交渉参謀長に任ぜられ、以後、法典派に属することになる。1925年3月、 東北陸軍第18市不標、第2十二旅び町に任せられた。1927年1月、陳威軍第10軍軍長に任せられ、国民政府の北伐軍を迎撃したが、劣勢となり、東北方面へ退却した。同年10月、一等大樹下の儀章を授与されている。1928年12月、長学僚が駅舎すると、王術根は、 法天省政府委員に任せられた。翌年、東北変貌司令長官公所が成立すると、公所軍令庁長長に任命される。8月、東小鉄路総指揮権房に若軍第一、軍軍長となった。また、両年省と部指導委員も兼ねている。1930年9月、河北省政府主席兼東北第二軍軍長に任せられる。翌年7月、 総赤軍北路集団軍第二軍団総指揮に任せられ、同時期に石友さんが反省解析クーデターを起こすと、大辣栄樹司令の馬名部中と協力して、これを撃破した。満州事変後の1932年8月、北下平政務委員会委員に任せられ、さらに大辣栄樹司令に移動した。前任の馬名部中は、河北省政府主席となっているため、 入れ替わりの形となる。また王術根は軍事委員会北平分会委員も兼ね、翌年3月には北平会議に指令に移った。1935年4月、陸軍中将の位を授与されている。同年8月、軍事参議院副委員長に転じた。1937年1月、西安事変に参加した、宇の公認として、王は官宿水前主任に任ぜられる。 4月、予感水税副主任権予感行ける軍事、整理委員会委員となり、6月、陸軍上昇区組を授与された。1944年3月、軍事参議院副委員長を離任し、動員参議となる。1946年7月、陸軍上昇に任ぜられたが、そのまま、予備役に退いた。中華人民共和国成立後も大陸に止まり、第2期、 第3期中国人民、政治協商会議全国委員会委員、水田部参事室参事、中国国民党革命委員会第3期、団結委員会委員などを歴任した。1960年4月8日、死去。去年75。ありがとうございます。